ゃった？気づいちゃったね。気づいちゃったね。そう、みんなお揃いですよ。そうなんだよ。ピョンションがいっぱい。違うよ。違う。おじさんみたいになってる。そっくりそっくり。ということで、7月5日土曜日、時刻は21時30分を回りました。今夜も生放送ですよ。やったね。今日朝5時までさ見てた人いるのかな。あ、ね、そうですね。上映会に来てくれたんですね。みんな上映会ありがとうございました。ありがとうございました。あ、こ、の、あ、の、へ、の、の、の、あ、の、へ、の、あ、の、の、へ、ありがとう、ありがとう。家で見てた人もいるかもしれないもんね、自分で録画したやつを。そうよ。あ、そういうスタイルね。いいよね、それもそれで。確かに、そのスタイルもなかなか嬉しいですね。そろそろ始めますかね。いきますよ、せーの。ご注文はニコ生ですか？心ぴょんぴょんの時間。アーチの役の皆さんよりで、あ、そうそう、ここラビットハウス、ここラビットハウス、あ、ここがね、知らなかった？オープンって書いてある。あ、確かにね、癖で言っちゃった癖で、あ、ついね、そうそう、うちのが憑依してきた。ありがとう。おじいちゃんも一緒です。今日もおじいちゃん、イエーイ、よろしくです。いらっしゃいませ、麻薬の竹園です。お願いします。はい、皆さんこんばんは。出てたね、今これね。出てたよ。え、出てた？やっちゃってない、やっちゃってないよ。やっちゃってた、やっぱね。やっちゃってたね。いや、それは、これはおかしいでしょ。これはおかしい。こっちはあるかも。こっちはないよ、だから。そんなわけで、この番組は、テレビアニメ、ご注文はうさぎですかの魅力をお伝えすることはもちろん、私たち、ちまめ隊がご奉仕していく番組です。勉強と仕事の合間にくつろいでいってください。はい。そうだけです。すでにお知らせしている通りの後、今日の生放送がこち生の最終回です。おじいちゃんどうしよう、どうしよう、すっごい悔しがってる。何も言ってはくれなかったけど、多くは語らないのよ。そう、多くは語らないものなの。じいじは背中で語るからさ、大きい背中だ。よし、そう、最終回ですよ、みんな。楽しいよ、楽しいよ。どうしたらいいんだろう、もうこれから。ねえ、どうしたら。血豆なくなったらどうしたらいいの？どうしたらいい？悲しいね。また作ろう。あ、作ろうか。そうだね。作ろう作ろう。来週もやるか。お力やるみんなで。お力やる。お力やろうかじゃん。お力やるね。そうだね。じゃあ決めとく。順番だね。そんな感じで。番組ではニコ生のコメントはもちろん、皆さんからのメールも大募集しております。私たちちまめ隊へのメッセージはもちろん、テレビアニメの感想も大歓迎です。宛先はごちゅうさ@響き-radio.jp ごちゅうさ @響き-radio.jp。 たくさんのメールお待ちしております。やめなさい、やめなさい、それ新しくないから。あるから、それ本物がいるから気をつけて。間違えちゃった。そう、さらに番組中ではですね、皆さんに参加してもらうアンケート企画もご用意していますので、一緒に盛り上がっていきましょう。よし、こんな感じで生放送でお届けしていく30分、最後までよろしくお願いします。ラストセッション。ラストセッション、確かにね、ラストセッションが始まる。よし、よスタートだぜ。え、今までのはなかったの？これは違う、序章だった。そう、序章にしか過ぎなかった。うわ、プロローグだったんだよ。プロローグ、語ってるわでしょ。じゃあね、こっからはアニメのお話です。さて、テレビアニメ第12話全てが放送になったわけですけども、皆さん見てくれました？見たよ。あー見たぞーって。ノーばっかりだよ。ありがとう。そうですね、第11話は少女は赤い街灯をまといウサギを借りて聖夜の空を行く。そして第12話最終話が君のためなら寝坊するという。そうでした。いや、12
やっぱり良かったね。もうキュンとしたし ねここは土地の可愛かったね。可愛かった。本当にもちろんみんなも可愛いけど、やっぱりあの二人のね心の距離っていうのが1話から比べると本当にギュッと詰まってて、もうなんかキュンキュンしました。本当だよ、ね、でもちまめ的に言ったらあれじゃない、やっぱ第10話が、うん、まあねー、まあねー、それにもなっちゃってなっちゃってはなっちゃったなっちゃったちゃったしねー。だからね、ちょっと10話も皆さんまたね録画とかしてる方、うん、見てほしいなと。これからどんどんあれも出ちゃうしさ。あれですね、魔法のブルーのレイが出ちゃった。いやもう結構言っちゃってるもん。ほぼほぼ言っちゃってたけどそれにもね、きっと今後つまめのお話 も, もちろん収録されますから。そう、何度でも見れるようになるから。何度もよ、本当ですね。魔法だね。永遠ですね。皆さんぜひゲットしてください、はい。そんなわけでまだまだねイベントもありますし、そしてリリースもありますよ、キャラソンだったりもね。なのでごちゅうさんの情報は随時更新されていきますので、公式ホームページやごちラジをチェックしてください。ってことでここでメールをご紹介します。すごい久しぶりじゃない、メール。そういつもねおしゃべりしすぎてあんまりねメールをね差し込めないんだけど、今日はうわーめっちゃ怒られてる、めっちゃ怒られてる。よいしょ、顔でして、うんうん、聞いてて。いきます。こちらハサニーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嘘、それすらも、ついにこちらさが最終回を迎えてしまいましたね。しんみり。もう少しで七夕なので、ごちゅうさ第2期希望と短冊に書きたいです。皆さんは七夕の短冊にどんなお願い事を書きたいですか。やっぱりね、ということで、まあ、ご注文は2期ですかですよ。レイショいいよ相手。あ、ほんと、なかなか解除してくれない。忘れちゃってた、閉めてた、忘れちゃった。ダメじゃん、あれ喋ってないと思って。結構アピールしてたよ、こうやって。ごめんね、ごめん、 0.1 だからさ、視力がね、ごめんね。そんでね、ちょっと七夕に関するちょっとね豆知識じゃないけどもあるんだけど、織姫と彦星の遠距離恋愛の距離ちょっと気になるじゃないですか。確かに遠距離どれくらいと思って書いたのが約140兆キロメートルっていう謎の。どんぐらい？でも大阪間を何分？そんぐらいなんか。そうですね、何億分なんだろう。確かそれ歩いてたら1年経つかもね。そうだね、歩いてる1年で行けるんだ。140兆キロメートル競歩だね、競歩。なんとか、なんとか、確かに。ちょっと歩きじゃちょっと歩きじゃ追いつかないかも。そうか、そうか、そうか。あとね、7月7日は織姫様がポニーテールをしているっていうことで、ポニーテールの日とかも呼ばれてるらしいんだけども、ちょっと今日はね、ちょっとこれさっき知った情報で、そうだね、髪決める前だったんだよね。そうだ、知ってたよね。でもまだ本番のさ7日があるから、そうそう、あ、そっか、7日みんなポニーテールしてね。そうしよう、そうそうそう。あとはね、七夕そうめんを食べるとかね。そうめん、そうそう、あるんだって。なんでそうめん、わかんない。天川に似てるみたいな。あ、サラサラしてるから、サラサラしてるから。そんな雑誌理由で。だってあの色のついたやつとかもさ、確かに、ね、並べたら結構それっぽい感じに。綺麗は綺麗か、うん、なるなるなる。そうそう、食べましょうね。似てるし、そうめん食べましょう。ということで、あ、ちょっと本題は私たちの短冊のお願いなんだけど、実は書いちゃったよ。書いちゃった、書いちゃいました。ということで、じゃあ一人ずつ発表していきますか。誰からいく、どうする、私。じゃあいっちゃう、よし、いきます。こちらちまめファーストアルバム発売、じゃだーん、見えないかな、アップの方がいいかな。あ、そうするか。はい、ペーター。アバム、アバム、ちょっと緑、アバムって何？アバムスパム的な感じ。美味しいやつ。おしゃれじゃん、なんか差し込んでる感じ。なるほどね。うん。ということでアルバム発売したいねっていうことで。すごい無理。そう。そんで発売した後の願いがね、ちょっとリエーションに繋がってたの。繋がってたのね。これが奇跡的に私。出しちゃってください。ちまめ隊で全国ツアー。アルバム引っ下げて、新作持ってきたよ。持ってきたよ、ちまめ隊がよ。全国みんなに会いに行くぜみたいなね。会いに行こう、いいよね。よし、そして、はい、そして、ね、やっぱこれの前にこれだよね。なんだろうな、言っちゃってくださいよ。ちまめが早く治りますように。いや、個人的なことになっちゃってる。
すごい、その高い声で突っ込んでくるなんて嬉しい。ハイトーン出たよ、ハイトーン。絶好調じゃん。そうなんですよ。ちょっと血まめたよ、愛しすぎて、うん、なんか血まめができちゃって足に。アソラマルさんの史上史上史上だからこれをいち早く直して、うん、アルバムを出して、うん、ツアーをするってこと。そうか、血まめまで引っ提げちゃうと、まあ、確かにポッピンジャンプした時痛むもんね。痛みが伴っちゃうのちょっと。なるほどなるほど、ね、じゃあちょっとまあ結果的にみんなこれ、うん、私たちまだまだ歌ったり踊ったりしたいよっていうことだよね。そういうことだね、うん、まだまだよね、まだ終わったけど、そうだよね、そのためにやっぱり皆さんの応援が必要なので、そうですね、ぜひぜひ私たちちまめたの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなわけで、そうそう、七夕ねお願いしてね。ということで、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。注文はニコ生ですか？今日の気まぐれメニューはこちら。ご注文はブレンドコーヒーですか？さて、第4回目の時にご紹介いたしましたが、ご注文はウサギですかの舞台となっている喫茶ラビットハウスで登場人物たちが日々美味しそうに飲んでいるコーヒーを実際にオリジナルブレンドで作ってしまうという企画です。いやー、これが見れなくなるのか寂しいですね。リエーションリエーションのせ、あの、あるんだよ次私読むのがあるんだよね。ごめん、ピアノ弾いてる場合じゃねこれは楽しいからね。荒ぶってたけども、そうそうそう、読もうね。ごめんね、うん、はい。しかも、もう数々来た、急に来たよ。しかも、うん、数々のアニメ作品とコラボしたオリジナルブレンドを手掛けている、うん、コーヒーマイスターさんがブレンドしてくれているのですが、うん、あ、くれるのですが、うん、気になるオリジナルブレンドの味を決定するのは、はい、あちらからイノリン、ソラマルさん、そして私リエションの3人そうね、うん、イノリンはね、コーヒーが苦手。そうですね。そしてソラマルさんは大のコーヒー好き。好き好き。そしてリエションはミルクとお砂糖、うん、ミルクと、あ、合ってた、ミルクとお砂糖たっぷり派、コーヒー派、うん、ということでね、うん、そんなうん、ごちゃごちゃしちゃったな。ミルクとたっぷりのコーヒー派。オッケー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 。そうそう、お砂糖とミルクがたっぷりね、うん、まとまったよ。そうそう、そんな3人が決定しちゃっていいんでしょうか、うん、ということでね、うん、ちょっと私たち3人にとってもね、うん、コーヒーのブレンドっていうのはね、初体験でございます。そうだね、想像がつかないよね、うん、どうやってるのかもわからないのね、うん、そう、あ、ということでね、視聴者の皆さんからアイディアをね、ちょっとツイッターの方で募集したんですけれども、うんうん、どんなのが来たのかな、うん、おね、ですね、たくさんね、うん、寄せられたんですよ。本当にアイデアがたくさん来て、すでにちょっと3つ絞っております。そうだ、ね、そうそう、そんなわけでちょっと今から3つご紹介していきたいと思うんですけども、まずはこちらです。よいしょ、もう、あ、もう出てますね。なんだなんだ、うん、来ますよ。こちらは、うん、タイトルが元気になる、幸せな気持ちになるようなブレンドということで、こちら、コンセプトがあるみたいで、うんうん、まるで心がぴょんぴょん踊り出すような幸せな気持ちになれるコーヒー、うん、サンバのカーニバルのような賑やかで高揚感のある明るく広がりのあるブレンドです、うん、そして味なんですけども、うん、滑らかな口当たり、華やかで明るく口に広がるオレンジを思わせる良質な酸味とフレーバー、アフターテイストには蜂蜜のようなほのかな甘さが残るのが特徴です。美味しそうだよね。美味しそう。そうそう、これはさ、ひょっとしてちょっと私が苦いのが苦手っていうので蜂蜜を入れてくれたみたいな、うんうん、なるほど、そうだね、うん、ご配慮が、蜂蜜の風味が、風味がすごいよ。じゃあ早速ちょっと飲んでみて。飲んで、おお、いただきます。よし、いっちゃってくださいよ。いきます。そうだよね、うん、一番コーヒーに対して知識が、そう、知識も愛情も ね、過去になんかお祭りとか言ってたもんね、うん、そうだ、お祭りの味がとか言ってね言ってたもんね。あ、どのようなお味でしょう。おいしい、おいしい。ハチミツあります？ほんとね、パみたい。やパッパッパッ、ほんとね、うん、いや、そんなパッパしますあれ飲ませてくれない。あれ、私のめっちゃパッパしてるな。なんだろう、おいしい、おいしい。飲ませてくれ。悔しい。飲みたい、飲みたい。飲みたい。あれ、ちょっとこれ私のなんだけどな。あ、ね、嘘嘘、でもいけるかな。リエション、これ私のためのブレンドなんだけど、私最後飲むの、うん、
あーちょっとまだ私初心者だからまだちょっと苦い。でも準備力とかもさ、あるみたいなさ、ま、私の入れてもいいみたいだから、うん、あの語れないな、語れないんだな、そうそう、飲まないことには。そうだね、あーそかそか、元気になるのか、入れてみる、うん、なんか痰絡んできちゃって具合悪くなってきちゃった。もし入れたらな、なんかもうちょっとこう具合が悪くなってきちゃった、ね、あとりあえずじゃ匂いだけ先に嗅いだ。そういうお預けなの、けなの、そういうやつなの。美味しいよ。あそうだね、うん、コーヒーだね、うん、飲む飲む飲む、みんな飲むよ、うん、よし、私コーヒー苦手だけど飲むよ。飲めるの、飲める、大丈夫、飲めるの、ほんと。いただきます。うん、いただいちゃってよ。どう、うんうん、じゃあ、はい、じゃあ続いておいしい、おいしい、おいしい。でもさ、今まだ1個だからさ、うん、この3つとさ、やっぱ比べて飲んでそうだよ、特徴が見えてくるよね。そうだよ、ね、ちょっと私ちゃんと飲みたいよ。そう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 、まあね、やっぱね、これ一番ね、ブラックを飲めるソラマルさんのね、うん、反応が一番正しいのは間違いないから。あれ、お気に召してる？いや、美味しい、すごく美味しい、うん、でもこのね、カーニバルとかね、そのね、うん、どうやってなんでそれやるのパパパパパパってやつがね、やっぱこう比較対象が3つあった方が多分ね、うん、で特徴がやっぱつかみやすいですよね、うん、次もあるの。じゃあ、はい、なんとじゃあ次、うん、私紹介したいと思います。続いてはミルクと美味しいブレンド、そうというわけで、ミルク砂糖を入れてもしっかりとコーヒーの風味を感じるバランスのいいコーヒ ー、ミルクのコクと甘さ、コーヒーの深みが味わえるブレンドに仕上げました。パンとの相性も良く、朝食で楽しみたいブレンドです、というわけで、これミルクを入れてより美味しくなるみたいですよ、うん、そうなんだ。ちょっと早速そのままなんかやだな、なんか見たことある光景だな。またあれかな、次を回してくれるかな。ああ、おいしい、なるほどね。お、あれ、スマホさんに私は見えてないのかな。おいしい、おいしいんだけど、こっちもおいしい、こっちもおいしい、ほらなんかあれだよ。ミルク感とかはどうですかね。ミルク感はこれからみんな心配しちゃうよ。ミルクみんなあれなんか嫌いなのかなみたいな、スマホさん私のこと嫌いなのかなみたいになっちゃうよ。スマホさん、いいですか。え、嘘嘘、砂糖もじゃちょっと入れてみて、はい、相性がいいらしいから。え、なんだろうこれ、うん、すごい、あ、私今視聴者側なのかな。視聴者、いのりん見てる、あ、いる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 、いのりん、つまりは違うでしょ、私ここいるじゃない。あ、しまったしまった、うん、ちょっと飲んでみて飲んでみて、わかりました、うん、いただきます。まあまあまあ、うん、そうか、最後飲んだ方が味が残るもんね。私さっきの味忘れてないしね。あ、まだちょっと苦いけどでも、うん、あ、うん、飲みやすい、いいよいいよ、やっぱりなんかこう苦味っていうのが苦味がやっぱ少ないかも。嘘嘘、そんなステルス、あ、来た来た来た、やった来た来た、ミルクと相性がいい、あ、まず色がもうミルク色じゃん。そう、いや、それはね、ミルク入れたから、あ、嘘、その会話入ってなくて知らなかった、入れてよ、マジミルクとお砂糖をちょっと入れた状態なんですよ。入ってるからなのよ。流行は常に流れるものなんだね。置いてかれたんだね。よーし、まずは、うん、あ、でもさっきよりなんか甘い匂いがする。あ、それはね、お砂糖とかミルクが入ってる。そうなの、言ってくれなきゃ、ね、このこういう会話で2回目くらいだからね。いただきます、はい、はーい、どうかな、おいしい、うわうわ、これで美味しい、美味しい、苦手に思わない、うん、美味しい、美味しい、すごい、いいね、これ美味しいよ、おお、これやっぱミルクと相性がいいからさ、そうですね、飲みやす系なのかもね、飲みやすいです、美味しい、うん、美味しいよ、これいいね、よし、いいですね、うん、え、まだあるんだよね、あと最後、あともう一つ、うんうん、最後にですね、こちらですね、うん、3種の豆の調和、うん、っていうやつ、あ、こちら、あ、出ました、あ、割と通好み、おお、これはちょっとじゃあそらまるさん好みかもですけれども、うん、ね、かもね。こちらがですね、素晴らしい個性と協調性を持つブラジル 40% をベースに、うん、優雅で甘い香りを持つエチオピアモカの 30%、うんうん、しっかりとしたボディ感のあるコロンビアを配合したこだわりのブレンドです。へー、なんか美味しそうってみんな書いてる、ね、美味しそう、すごいよな、柔らかな口当たり、ワインのような優雅で芳醇な香りがある、すごい、完熟フルーツのようなコクのある酸味とかね、うそうそ、すごい、アフターテイストにレーズンのような甘さが残るのが特徴です、なんか上品、お上品だ、
じゃあ早速行っちゃってくださいよ。そらまるさん、うん、よーい、ドキドキドキ、うん、あー確かに、うんうん、なんだろう、なんて言ったらいいんでしょうねなんだろうな、一番聞きたいのにそらまるさんの意見が、もどかしい感じ、確認だけど私入って大丈夫なんだよね。あ、もちろん、あ、よかった、最後にしてちゃんと、よかったよかった3つ目で心開いてくれて、うん、よかった、うん、美味しい美味しい美味しいな、美味しい。フルーティー感はどうですか？フルーティー感も確かにあるし、やっぱ一番最初のやつがやっぱ一番爽やかだったかも、なんか、へえ、やっぱコクがすごいですか？そんな感じする、おー、そんな感じがね、うん、するするするよし、じゃあちょっといただいてみますね、うん、いただきます。おお、あっ、おー、あー、わー、なになに、怖い怖い、嘘嘘嘘、あんなに、あんなにしっかり濃い感じ、そう、本当にしっかりしてるし、あんな出たのに声、 なんていうの、そのね、さっき書いてあった通り、あのね、口当たり、柔らかな口当たりね、そうで、ワインのようなね、優雅で芳醇なね、香りもあるしね、優雅な感じあるね、そう、でも本当しっかりしてる、ちょっとワインって私わかんないけど、平気かな、あー、あ、そっか、でもまだ未成年だから飲まない方がいいかな、そうそう、あ、嘘、そういうふりじゃないんだよねそういうふりじゃないんだよ、飲める飲める、あ、あ、さんまさんちゃんと残してよ、あ、美味しい美味しい、うん、美味しい美味しい、じゃあチャレンジする、チャレンジする、するする、オッケー、行ってみよう、じゃあ頑張ろう、3つ目飲みまーす、うん、おーちょっと、うん、あれだね、大人だよね、そうだね、大人ちょっとまだあれ背伸びしちゃいけないやつだと思った、うん、そうだね、よしよしよし、あ、ということでね、あ、3つ紹介しました、そうね、あ、そうなの、終わりましたけど、うん、うん、みんなどうだったっていう、そうだな、ちょっと私は今の流れで困惑してるけど、ね、でもね、全部美味しかった、うん、そうだね、うん、ちょっとじゃあ、そうそう、どれが良かったかしらね、投票してもらおうね、そうね、ちょっと投票してもらいたいと思います。じゃあこの3つの中からみんなが飲んでみたいと思うものにぜひアンケートをしてください。アンケート開始、じゃじゃーん、まあ、みんなの好みによるから ね、ミルクとコーヒーを使うのが好きな人は2番がいいと思うし、そう、2番はね、ちょっとコーヒー苦手な人も飲めると思うよ、うんうん、私は飲めたから、確かに1番もなんか元気になるような、うん、そうですね、パーッとした感じねえ、うん、ね、3番は確かにちょっと大人っぽい感じ、うん、大人でしたね、あ、集計が終わったのかな、早い、じゃあもう結果出ちゃいますね、それでは結果発表です、どうぞ、どん、どーん、ミルクとコーヒーと、ミルクとコーヒー、ミルクとコーヒーのやつということで、商品化されるのは2番の砂糖とミルクとの相性がいいコーヒーです。わー、みんなありがとう、いいですね、やった、これで私も買える、ね、ね、ね、うん、私も飲めるよ、そうですね、砂糖入れて、でももちろんブラックで飲んでも美味しかったから、そうですね、カニも OK よ、いけちゃいますね、そうですね、ちなみに、はい、こちらの商品の発売がですね、うん、ホットコーヒーが美味しくなり始める頃の9月頃を予定しております、はい、うん、お楽しみに、はい、ということで、これに入って届くというか、まあ、そうみたい、買える、ほらコーヒーの、こちらほらご注文は、おしゃれだね、おしゃれ、ぜひゲットしてね、よろしくお願いします、はい、商品化された際にはぜひ飲んでみてください。以上、ご注文はブレンドコーヒーですかでした。ご注文はニコ生ですか。ここで番組からお知らせです。まずは検索情報です。ご注文はうさぎですかは毎月19日発売の漫画タイムキララマックスにて好評連載中です。またコミックス第1巻から3巻、そしてアンソロジーコミック画集が発売中です。続きましてパッケージ情報。ご注文はうさぎですかブルーレイ &DVD 第1巻が発売中です。そして7月24日にはブルーレイ &DVD の第2巻が発売します。初回特典には9月7日に開催されるご抽選イベント第2部のチケット優先販売申し券や、あ、申し込み券や特典 CD デイドリームカフェご注文はチノですかバージョンなど盛りだくさんとなっておりますので、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。はい、続いて CD 情報です。2日
プチラビッツが歌うオープニングテーマデイドリームカフェ、ちまめ隊が歌うエンディングテーマポッピンジャンプが発売中です。さらにデイドリームカフェの初回限定版にはプチラビッツのダンスシーンなどがご覧いただける可愛すぎるミュージックビデオやメイキング映像などが収録された特典 DVD がついてきますので、ぜひチェックしてくださいね。続いてキャラクターソング CD の発売情報です。第1弾ココア&チノと第2弾ココア&リゼが好評発売中です。さらに7月24日には第3弾チア&シャロと第4弾リゼ&シャロ、そしてさらに8月27日にはキャラクターソングアルバムが発売予定ですのでお楽しみに。各キャラクターソングシングルとアルバムの詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください。はい、また現在秋葉原のハニートーストカフェにてご注射コラボが開催中です。いろいろなコラボフードやドリンクがありますので、ぜひ足を運んでみてくださいね。以上、お知らせでした。ご注文はニコ生ですか？来ました。ご注文はニコ生ですが、あっという間にエンディングとなってしまいましたが、どうでしたか？あっという間だったということでね、時間もね、なんかあのとても限られてるから、ね、なるべく皆さんのコメントだったりお手紙を読むためにちょっと巻く。あ、はい、うん、ご注文は本日で最終回となってしまいましたが、響きラジオステーションとインターネットラジオステーション音声で私たち3人がコーナーを担当しているご注文はラジオですかは月1で配信中です、うん、次回の配信は7月23日です、うん、聞いてください。聞いてください。ではでは、うわうわうわ、びっくりした。イベントとかリリースとかいろいろまだまだありますので、これからもご注射のことを応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。では続いて、じゃあそらまるさん、はい、いやもうリエーションが今言ってくれた通りご注射ありがとうございました。でもこれからもイベントも CD もあるのでまたお会いしましょう。ありがとうございました。では最後になんかうまいことは特に言えないけど、でもなんかこの番組を通して2人とねもっと仲良くなって、今日ちょっとなんかそらまるさん壁をね一瞬コーナーで感じたけども、まあ、それも仲良くがっつりあるじゃないか壁がいやでもそれもね見せ合える仲になったということで本当楽しかったの。本当楽しかった。そうだからすごい悲しいんだけど、楽しいですよね。そうだからちょっと皆さんにもこの楽しさを、ねね、もっと届けたいと思うので、うん、これからもイベントだったり、まあ、キャラソンだったり、ね、形はちょっと変わるけども、そう、どうぞみんなでイベントで一緒にポッピンジャンプまたしようね。名残惜しいんですが、はい、お時間が来てしまったようです、うん、またの機会にお会いしましょう、はい、この時間のお相手は血の役の水瀬いのりと、そしてピッピーと眉役の徳井空と目役の村川理恵でした。バイバイ。またね。ありがとう。せーの、いらっしゃいませ。お客さん、気づいちゃったね。気づいちゃったね。そう、みんなお揃いですよ。そうなんだよ。ピョン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 ピョ
違うよ違う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 違今日朝5時までさ見てた人いるのかな。あ、ね、そうですね。上映会に来てくれたんですね。みんな上映会ありがとうございました、うん、ありがとうございました。あ、こ、の、あ、の、え、の、の、あ、の、え、の、あ、の、の、へ、の、ありがとうありがとう。家で見てた人もいるかもしれないもんね、自分で録画したやつを。そうよ、そういうスタイル ね、うん、いいよね、それもそれで、まあ、確かに、うん、そのスタイルもなかなか、うん、それぞれの一挙もね、嬉しいですね。そろそろ始めますかね、はい、いきますよ、せーの、ご注文はニコ生ですか。心ぴょんぴょんの時間なかった、アーチの役の皆さんのりです。あ、そうそう、ここラビットハウス、ここラビットハウス、ここがね、みんな知らなかった、オープンって書いてある。あ、確かにね、癖で言っちゃった、癖で、あ、暑いね、そうそうそう、チノが憑依してきた、ありがとう。おじいちゃんも一緒です、今日もおじいちゃん、イエーイ、よろしくです。おーい、いらっしゃいませ、前役のドケドルです、おめでとう。はい、皆さんこんばんは。出てたね、今これね、出てたよ、え、出てた、やっちゃってない、やっちゃってないよ、やっちゃってた、やっぱりね、やっちゃってたね。いや、それは、これはおかしいでしょ。これはおかしい、こっちはあるかも、そんなないよ、だから。そんなわけで、この番組はテレビアニメご注文はウサギですかの魅力をお伝えすることはもちろん、私たちちまめ隊がご奉仕していく番組です。勉強と仕事の合間にくつろいでいってください。はい、うんうん、そうだけです、すでにお知らせしている通りの後、今日の生放送がごち生の最終回です。おじいちゃんどうしよう、どうしよう、すっごい悔しがってる。何も言ってはくれなかったけど、多くは語らないのよ、そう、多くは語らないものなの。じいじは背中で語るからさ、大きい背中だ。よしよし。そう、最終回ですよ、みんな、楽しいよ、楽しいよ、どうしたらいいんだろう、もうこれから、ね、どうしたら、血豆なくなったらどうしたらいいの、どうしたらいい、悲しいね、悲しいね、また作ろう、あ、作ろうか、そうだね、作ろう作ろう、来週も やるかお家からやる、みんなでお家からやろっかじゃん。それぞれでね、そうだね、お家決めとく、順番だね、順番、順番、うんうん、うん、そんな感じで、はい、番組ではニコ生のコメントはもちろん、皆さんからのメールも大募集しております。私たちちまめ隊へのメッセージはもちろん、テレビアニメの感想も大歓迎です。宛先はごちゅうさ @hibiki-radio.jp ごちゅうさ @hibiki-radio.jp たくさんのメールお待ちしております。やめなさい、やめなさい、それ新しくないから、あるから、それ本物がいるから、気をつけて、間違えちゃった。そう、さらに番組中ではですね、皆さんに参加してもらうアンケート企画もご用意していますので、一緒に盛り上がっていきましょう。よし、こんな感じで生放送でお届けしていく30分、最後までよろしくお願いします。ラストセッション何、ラストセッション、確かにね、ラストセッションが始まる、よし、よスタートだぜ。え、今までのはなかったの、これは違う、序章だったんです。そう、序章にしか過ぎなかった。うわ、プロローグだったんだよ、プロローグ、プロローグ、語ってるわ、でしょ、うん。じゃあね、こっからはアニメのお話です。さて、テレビアニメ第12話全てが放送になったわけですけども、皆さん見てくれました？見たよ、見たよ、見てくれた、見たよ、見たよ、あーあー、見たぞーって、ノーばっかりだよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、そうですね、第11話は少女は海外トーマとウサギを借りて星夜の空を行く、そして第12話最終話が君のためなら寝坊するという、うん、うん、そうでした。いやー、12話やっぱり良かったね、もうキュンとしたし、ね、そうですね、ここはどっちの可愛かった、ねえ、可愛かった、もう
本当にもちろんみんなも可愛いけどやっぱりあの二人のね心の距離っていうのが1話から比べると本当にギュッと詰まっててもうなんかキュンキュンしました。キュンキュンだよ、ね、でもまあ血豆的に言ったらあれじゃないやっぱ第10話が、うん、まあねー、まあねだからねちょっと10話も皆さんまたね録画とかしてる方う、ねうん、見てほしいなとこれからどんどんあれも出ちゃうしさあれですね魔法のブルーのレイが出ちゃういやもうそれ結構言っちゃってるもうほぼほぼ言っちゃってたけどもそれにもねきっと今後つまめのお話 も収録されますからそうそうそう何度でも見れるようになるから何度もよ本当ですね魔法だね永遠ですね皆さんぜひゲットしてください、はい、そんなわけでまだまだねイベントもありますしそしてリリースもありますよ、うん、キャラソンだったりもね、うん、なのでうん、ご注射の情報は随時更新されていきますので公式ホームページやゴチラジをチェックしてくださいってことでここでメールをご紹介します。すごい久しぶりじゃない。メールそういつもねおしゃべりしすぎてあんまりねメールをね差し込めないんだけど今日はうわーめっちゃ怒られてるめっちゃ怒られてるでしょ。もう顔にしてうんうん聞いてて行きます。こちらハサニーさんからいただきました。ありがとうございます。リエショえ嘘それすらもついにこちらさが最終回を迎えてしまいましたね。しんみりもう少しで七夕なのでご注射第2期希望と短冊に書きたいです。皆さんは七夕の短冊にどんなお願い声を書きたいですか。やっぱりねということで、まあ、ご注文は2期ですかですよ。うんリエショいいよ相手あ本当、うん、なかなか解除してくれないあ忘れちゃってて閉めて忘れちゃったダメじゃん。あれ喋ってないと思って結構アピールしてたよこうやってごめんねごめんね 0.1 だからさ視力がねごめんね。うんそんでねちょっと七夕に関するちょっとね豆知識じゃないけどもあるんだけど織姫と彦星の遠距離恋愛の距離ちょっと気になるじゃないですか。確かに遠距離どれくらいと思って書いたのが約140兆キロメートルっていう謎のどんぐらい。でも東京大阪間を何分そうですね何区分なんだろう。確かそれ歩いてたら1年経つかもね。そうだね歩いてる1年で行けるんだ140兆キロメートル競歩だね競歩なんとか確かにちょっと歩きじゃちょっと歩きじゃ多いじゃないかもそうか、うん、そうかそうかあとね、うん7月7日は織姫様がポニーテールをしているっていうことで、うん、ポニーテールの日とかも呼ばれてるらしいんだけども、ちょっと今日はねちょっとこれさっき知った情報でそうだね髪決める前だったんだよ ねえでもまだ本番のさ7日があるからそうそうそうあそっか7日みんなポニーテールしてね、そうしようそうそうそうあとはね七夕そうめんを食べるとかねそうめんそうそうあるんだってなんでそうめんわかんない甘川に似てるみたいなあサラサラしてるからサラしてるからそんな雑誌がねだってあの色のついたやつとかもさ確かにあ並べたら結構それっぽい感じに綺麗は綺麗か、うん、なるなるなるそうそう食べましょうめんねそうめんってそうめん食べましょう、うん、ということであちょっと本題は私たちの短冊のお願いなんだけど、あ実は書いちゃったよ書いちゃった書いちゃいましたということでじゃあ一人ずつ発表していきますか。誰からいくどうする私じゃあ、うん、よし来ますこちらちまめファーストアルバム発売じゃだーん見えないかなアップの方がいいかなあそうするかはいペーターアバムアバム、ね、ちょっと緑アバムって何アバムスパム的な感じ美味しいやつおしゃれじゃんなんか差し込んでる感じなるほどね、うんということでアルバム発売したいねっていうことで無理そうそんで発売した後の願いがねちょっとリエションにつながってたのつながってたのねこれが奇跡的に私出しちゃってください血まめ隊で全国ツアーイエーイこっちアルバム出してから全国ツアーイエーイアルバム引っ下げて新作持ってきたよ持ってきたよ血まめ隊がよ全国みんなに会いに行くぜみたいなね会いに行こういいよねよしそしてそしてそしてやっぱりねやっぱこれの前にこれだよねなんだろうな言っちゃってくださいよ血まめが早く治りますようにいや個人的なことになっちゃってるすごいその高い声で突っ込んで
ってくるなんて嬉しい。ハイトーン出たよ、ハイトーン。絶好調じゃん。そうなんですよ。ちまめたよ、愛しすぎて、うん、なんかちまめができちゃって足に。アストラマルさんの市場市場市場だからこれをいち早く直して、うん、アルバムを出して、うん、ツアーをするってこと。そうか、千葉まで引っ提げちゃうと、まあ、確かにポッピージャンプした時痛むもんね。痛みが伴っちゃうのちょっと。なるほどなるほど。じゃあちょっとまあ、ね、結果的にみんなこれ、うん、私たちまだまだ歌ったり踊ったりしたいよっていうことだよね。あ、そういうことだね、うんうん、まだまだよね、まだ終わったけど。そうだよね、そのためにやっぱり皆さんの応援が必要なので。そうですね、ぜひぜひ私たちちまめたいの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなわけで、そうそう、七夕ね、お願いしてね。ということで、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。注文はニコ生ですか？今日の気まぐれメニューはこちら。ご注文はブレンドコーヒーですか？さて、第4回目の時にご紹介いたしましたが、ご注文はウサギですかの舞台となっている喫茶ラビットハウスで登場人物たちが日々美味しそうに飲んでいるコーヒーを実際にオリジナルブレンドで作ってしまうという企画です。いやー、これが見れなくなるのか寂しいですね。デーション、デーションのせ、あの、あるんだよ、次。デーション読むのがあるんだよね。ごめん、ピアノ弾いてる場合じゃない。これは楽しいからね。荒ぶってたけども、そうそうそう、読もうね。ごめんね、うん、はい。しかも、もう、数々来た。急に来たよ。しかも、うん、数々のアニメ作品とコラボしたオリジナルブレンドを手掛けている、うん、コーヒーマイスターさんがブレンドしてくれているのですが、うん、あ、くれるのですが、うん、気になるオリジナルブレンドの味を決定するのは、はい、あちらからイノリン、ソラマルさん、そして私、イエションの3人そうね、うん、イノリンはね、コーヒーが苦手。そうですね。そしてソラマルさんは大のコーヒー好き。好き。そしてイエションはミルクとお砂糖、うん、ミルクと、あ、合ってた、ミルクとお砂糖たっぷり派、コーヒー派、うん、ということでね、うん、そんなどれかな、うん、ごちゃごちゃしちゃったな。お砂糖のコーヒー派。オッケーオッケーオッケー。そうそう、お砂糖とミルクがたっぷりね、うんうん、まとまったよ。そうそう、そんな3人が決定しちゃっていいんでしょうか、うんうん、ということでね、うん、ちょっと私たち3人にとってもね、うん、コーヒーのブレンドっていうのはね、初体験でございます。そうだね、想像つかないよね、うん、どうやってるのかもわからないのにね、うん、そう、あ、ということでね、視聴者の皆さんからアイディアをね、ちょっとツイッターの方で募集したんですけれども、うんうんうん、どんなのが来たのかな、うん、お、お、ね、ですね、たくさんね、うん、寄せられたんですよ。本当にアイデアがたくさん来て、すでにちょっと3つ絞っております。そうなんだね。そうそう、そんなわけでちょっと今から3つご紹介していきたいと思うんですけども、まずはこちらです、うん、よいしょ。おっ、あ、出てますね。なんだなんだ、来ますよ。こちらは、うん、タイトルが元気になる、幸せな気持ちになるようなブレンドということで、こちら、コンセプトがあるみたいで、うんうん、まるで心がぴょんぴょん踊り出すような幸せな気持ちになれるコーヒー、うん、サンバのカーニバルのような賑やかで高揚感のある明るく広がりのあるブレンドです、うん、そして味なんですけども、うん、滑らかな口当たり、華やかで明るく口に広がるオレンジを思わせる良質な酸味とフレーバー、アフターテイストには蜂蜜のようなほのかな甘さが残るのが特徴です。美味しそうだよね。美味しそう。そうそう、これはさ、ひょっとしてちょっと私が苦いのが苦手っていうので、うん、蜂蜜を入れてくれたみたいな、うんうん、なるほど、そうだね、ご配慮が、蜂蜜の風味が、風味がそうよ。これじゃあ早速ちょっと飲んでみて。飲んで、おぉ、いただきます。よし、いっちゃってくださいよ。いきます。そうだよね、うん、一番コーヒーに対して知識が、そう、知識も愛情も ね、過去になんかお祭りとか言ってたもんね、うん、そうだ、お祭りの味がとか言ってね言ってたもんね。あ、どのようなお味でしょう。おいしい、おいしい。蜂蜜あります？ほんとね、パミタ、いや、パッパッパッ、ほんとね、うん、いや、そんなパッパします？あれ飲ませてくれない、あれ私の、めっちゃパッパしてるから。あー、なんだろう、おいしい、おいしい、あー、悔しい、飲みたい、飲みたい、飲みたい、あれちょっとこれ私のなんだけどな、あのね、そうそう、ブラックでもいけるかな。リエション、これ私のためのブレンドなんだけど、私最後飲むの、うん、
あーちょっとまだ私初心者だからまだちょっと苦い。でもミルクとかもさあるみたいなさ、ま、私の入れてもいいみたいだから、うん、入れてか語れないな語れないんだな。そうそう、飲まないことには。そうだね、あーそっかそっか、元気になるのか。入れてみる、うん、なんかたんからんできちゃって具合悪くなってきちゃった。もし入れたらな、なんかもうちょっとこう具合が具合が悪くなってきちゃった、ね、あ、とりあえずじゃ匂いだけ先に変えるか。あ、そういうお預けなの。そういうやつなの。美味しいよ。あ、そうだね、うん、コーヒーだね、うん、でしょ。飲む飲む飲む、みんな飲むよ。よし、よし、私コーヒー苦手だけど飲むよ。飲めるの、飲める、大丈夫、飲めるの。ほんと、いただきます。うん、いただいちゃってよ。どう、うんうん、じゃあ、はい、じゃあ続いて、おいしい、おいしい、おいしい。でもさ、今まだ1個だからさ、うん、この3つとさ、やっぱ比べて飲んでそうだよ、特徴が見えてくるよね。そうだよ、ね、ちょっと私ちゃんと飲みたいよ。そう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 、うん、まあね、やっぱね、これ一番ね、ブラックも飲めるそら丸さんのね、うん、反応が一番正しいのは間違いないから。いや、美味しい、すごく美味しい、うん、でもこのね、カーニバルとかね、そのね、うん、どうやって、うん、なんでそれやるのパパパパパパってやつがね、やっぱこう比較対象が3つあった方が多分ね、うん、で特徴がやっぱ掴みやすいですよね、うん、次もあるの。じゃあ、はい、なんと、じゃあ次私紹介したいと思います。続いてはミルクと美味しいブレンド、そう、というわけで、ミルク、砂糖を入れてもしっかりとコーヒーの風味を感じるバランスのいいコーヒー、ミルクのコクと甘さ、コーヒーの深みが味わえるブレンドに仕上げました。パンとの相性も良く、朝食で楽しみたいブレンドです。というわけで、これミルクを入れてより美味しくなるみたいですよ、うん、そうなんだ。ちょっと早速そのまま、なんかやだな、見たことある光景だな。ドキドキ、またあれかな、ドキ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 、次を回してくれるかな。あ、おいしい、なるほどね。お、あれ、スマホさんに私は見えてないのかな。おいしい、おいしいんだけど、こっちもおいしい、こっちもおいしい、ほら、なんか、あれだよ、ミルク感とかはどうですかね。ミルク感、ミルク感はこれからみんな心配しちゃうよ。ミルクみんな、あれ、なんか嫌いなのかなみたいな、スラマルさん、私のこと嫌いなのかなみたいになっちゃうよ。スラマルさん、いいんですか。え、嘘嘘、砂糖もじゃちょっと入れてみて、はい、相性がいいらしいから。え、なんだろうこれ、すごい、あ、私今視聴者側なのかな。イノリン見てる。あ、いる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 。イノリン、つまりは違う。でしょ、私ここいるじゃない。あ、しまったしまった。うん、そうだよ。飲んでみて飲んでみて。わかりました、うん。いただきます。まあまあまあ。うん、そうか、最後飲んだ方が味が残るもんね。私さっきの味忘れてないしね。あ、まだちょっと苦いけど。でも、うん、あ、うん、飲みやすい。いいよいいよ。やっぱりなんかこう掴みやすいですよね。うん、次もあるの。はい。なんとじゃあ次、私紹介したいと思います。続いてはミルクと美味しいブレンド。そう、というわけで、ミルク、砂糖を入れてもしっかりとコーヒーの風味を感じるバランスのいいコーヒー、ミルクのコクと甘さ、コーヒーの深みが味わえるブレンドに仕上げました。パンとの相性も良く、朝食で楽しみたいブレンドです。というわけで、これミルクを入れてより美味しくなるみたいですよ、うん、そうなんだ。ちょっと早速そのまま、なんかやだな、なんか見たことある光景だな。ドキドキ、またあれかな、ドキドキ、うん、ドキ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 、次を回してくれるかな。ああ、おいしい、なるほどね。お、あれ、スマホさんに私は見えてないのかな。おいしい、おいしいんだけど、こっちもおいしい、こっちもおいしい、ほら、なんか、あれだよ、ミルク感とかはどうですかね。ミルク感、ミルク感はこれからみんな心配しちゃうよ。ミルクみんな、あれ、なんか嫌いなのかなみたいな、スラマルさん、私のこと嫌いなのかなみたいになっちゃうよ。スラマルさん、いいんですか。うん、え、嘘嘘、砂糖もじゃちょっと入れてみて、はい、相性がいいらしいから。え、なんだろうこれ、うん、すごい、あ、私今視聴者側なのかな。視聴者側、イノリン見てる。あ、いる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 、イノリン、つまりは違う。でしょ、私ここいるじゃない。あ、しまったしまった、うん、そうだよ。飲んでみて飲んでみて。わかりました、うん、いただきます。まあまあまあ、うん、そうか、最後飲んだ方が味が残るもんね。私さっきの味忘れてないしね。あ、まだちょっと苦いけど。でも、うん、あ、うん、飲みやすい。いいよいいよ。やっぱりなんかこう苦味っていうのが苦味がやっぱ少ないかも。嘘嘘。ああ。そんなステルス。あ、来た来た来た、やった来た来た。ミルクと相性がいい。あ、
まず色がもうミルク色じゃん。そういやそれはねミルクを入れたから、ね、あ嘘その会話入ってなくて知らなかった。入れてよ。マジお砂糖ちょっと入れた状態ですよ。そう入ってるからなのよ。流行は常に流れるものなんだね。置いてかれたんだね。そうよーし、うん、まずは、うん、あでもさっきよりなんか甘い匂いがする。あそれはねお砂糖とかミルクが。そうなの言ってくれなきゃ、ね、このこういう会話で2回目くらいだからね。いただきます。はい、はーい、どうかな。おいしい。うわうわこれで美味しい美味しい。苦手に思わない。うん美味しい美味しい。すごいいいね。これ美味しいよ。おおこれやっぱミルクと相性がいいからさ。そうです、ね、飲みやす系なのかもね、うん、飲みやすいです。美味しい。うん美味しいよ。いいね。よしいいですね、うん、えまだあるんだよね。あと最後、あともう一つ、うんうん、最後にですね、こちらですね、うん、3種の豆の調和、うんっていうやつ、あこちらあ出ました。あ割と通好み。おお、え俺はちょっとじゃあそらまるさん好みかもですけれども、うんね、かもね。こちらがですね、素晴らしい個性と協調性を持つブラジル 40% をベースに、うん、優雅で甘い香りを持つエチオピアモカの 30%、うんうん、しっかりとしたボディ感のあるコロンビアを配合したこだわりのブレンドです。へえー、だから美味しそうってみんな書いてる、ね、美味しそう、すごいよな。柔らかな口当たり、ワインのような優雅で芳醇な香りがある。すごい。完熟フルーツのようなコクのある酸味とかね。うそうそ、すごい。アフターテイストにレーズンのような甘さが残るのが特徴です。なんか上品、上品、お上品だ。じゃあ早速行っちゃってくださいよ。そらまるさん、よし、ドキドキドキ、うん、あー確かに、うんうん、なんだろう、なんて言ったらいいんでしょうね。なんだろうな、一番聞きたいのにそらまるさんの意見が。もどかしい感じ。確認だけど、私入って大丈夫なんだよね。あ、もちろん。あ、よかった。最後にしてちゃんと、よかったよかった。3つ目で心開いてくれて、よかった。うん、美味しい美味しい美味しいな、美味しい。フルーティー感はどうですか。フルーティー感も確かにあるし、やっぱ一番最初のやつがやっぱ一番爽やかだったかも。あ、なんかへぇ、やっぱコクがすごいですか。そんな感じする。おぉ、そんな感じがね、するするする。よし、ちょっといただいてみますね。おぉ、いただきます。おぉ、あぉ、おぉ、あぁ、わぁ、あぁ、なになに、怖い怖い、濃い。嘘嘘嘘嘘、あんなに、あんなにでもそう、しっかり濃い感じ。そう、本当にしっかりしてるし、あんな出たのに濃い。 なんていうの、そのね、さっき書いてあった通り、あのね、口当たり、柔らかな口当たりね。そう、で、ワインのようなね、優雅で芳醇なね、香りもあるしね、優雅な感じあるね。そう、でもほんとしっかりしてる。ちょっとワインって私わかんないけど、平気かな。あ、そっか、でもまだ未成年だから飲まない方がいいかな。あ、嘘、そういうふりじゃないのよね。そういうふりじゃないのよ。飲める飲める。あ、だそのまさちゃんと残してよ。美味しい美味しい、美味しい。本当にチャレンジする、うん、チャレンジする、するする。オッケー、行ってみよう。じゃあ頑張ろう。3つ目飲みます、うん、おお。ちょっとうん、あれだね、大人ね、うん、そうだね、大人ちょっとまだあれ背伸びしちゃいけないやつだと思った。そうそうそう、うん、そうだね、よしよしよし。あ、ということでね、あ、3つ紹介しました。そうね、あ、そうなの、終わりましたけど、うん、みんなどうだったっていう。そうだな、ちょっと私は今の流れで困惑してるけど、ね、でもね、全部美味しかった、うん、そうだね、うん、ちょっとじゃあみんな、そうそう、どれが良かったかしらね。投票してもらうんだよね。そうね、ちょっと投票してもらいたいと思います。じゃあこの3つの中からみんなが飲んでみたいと思うものにぜひアンケート押してください。アンケート開始。じゃじゃん、まあ、みんなの好みによるから ね、 ね、ミルクとコーヒーを使うのが好きな人は2番が一番欲しい。そう、2番はね、ちょっとコーヒー苦手な人も飲めると思うよ、うんうんうん、私飲めたから。確かに1番もなんか元気になるような、うん、そうですね、パーッとした感じねえ、うんね、3番は確かにちょっと大人っぽい感じ、うん、大人でしたね。あ、集計が終わったのかな。じゃあもう結果出ちゃいますね。それでは結果発表です、どうぞ。おミルクとコーヒーと、やったー、ミルクとコーヒー、ミルクとコーヒー。ということで、商品化されるのは2番の砂糖とミルクとの相性がいいコーヒーです。わー、みんなありがとう。いいですね、やったー。これで私も買える。ね、ね、私も飲めるよ。お砂糖を入れて、でももちろんブラック
ックで飲んでも美味しかったから。そうですね、何も OK よ、いけちゃいますね。そうですね、ちなみに、はい、こちらの商品の発売がですね、ホットコーヒーが美味しくなり始める頃の9月頃予定しております。はい、お楽しみに。はい、これに入って届くというか、まあ、そうみたい。って買える？ほら、コーヒーの、こちらか。ほら、ご注文は。おしゃれだね。おしゃれ。ぜひゲットしてね。よろしくお願いします。はい、商品化された際にはぜひ飲んでみてください。以上、ご注文はブレンドコーヒーですかでした。ご注文。ここで番組からお知らせです。まずは原作情報です。ご注文はうさぎですかは毎月19日発売の漫画タイムキララマックスにて好評連載中です。またコミックス第1巻から3巻、そしてアンソロジーコミック画集が発売中です。続きましてパッケージ情報。ご注文はうさぎですかブルーレイ& DVD 第1巻が発売中です。そして7月24日にはブルーレイ& DVD の第2巻が発売します。初回特典には9月7日に開催されるご抽選イベント第2部のチケット優先販売申し券や申し込み券や特典 CD デイドリームカフェご注文はチノですかバージョンなど盛りだくさんとなっておりますので、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。はい、続いて CD 情報です。プチラビッツがさんからのメールも大募集しております。私たちまめたへのメッセージはもちろんテレビアニメの感想も大歓迎です。宛先はごちゅうさアットひびきハイフンラジオ .jp ごちゅうさアットひびきハイフンラジオ .jp たくさんのメールお待ちしております。やめなさい、やめなさい、それ新しくないから、あるからそれ本物がいるから気をつけて。間違えちゃった。そう、さらに番組中ではですね、皆さんに参加してもらうアンケート企画もご用意していますので、一緒に盛り上がっていきましょう。よし、こんな感じで生放送でお届けしていく30分、最後までよろしくお願いします。ラストセッション何ラストセッション確かにね、ラストセッションが始まる。よし、よースタートだぜ。え、今までのはなかったの？これは違う、序章だったそう、序章にしか過ぎなかった。うわ、プロローグだったんだよ。語ってるわでしょ。うん、じゃあね、こっからはアニメのお話です。さて、テレビアニメ第12話全てが放送になったわけですけども、皆さん見てくれました？見たよ、ばっかりだよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そうですね、第11話は少女は海外トーマというウサギを借りて星夜の空を行く、そして第12話最終話が君のためなら寝坊するという、いやー、12話やっぱり良かったね。もうキュンとしたし、ね、そうですね、ここは土地の可愛かったね。え、可愛かった。本当にもちろんみんなも可愛いけど、やっぱりあの二人のね、心の距離っていうのが1話から比べると本当にギュッと詰まってて、もうなんかキュンキュンしました。本当だよ、ね、でもまあちまめ的に言ったらあれじゃない、やっぱ第10話が、まあね、まあね、それにもなっちゃってなっちゃってはなっちゃったなっちゃったなっちゃったしね。そうそう、だからね、ちょっと10話も皆さんまたね、録画とかしてる方、見てほしいなと。これからどんどんあれも出ちゃうしさ、あれですね、魔法の魔法のブルーのレイが出ちゃう。いや、もう結構言っちゃってるもん。ほぼほぼ言っちゃってたけども、それにもね、きっと今後ちまめのお話 もちろん収録されますから。そうそうそう、何度でも見れるようになるから。何度もよ、本当ですね、魔法だね。永遠ですね。皆さんぜひゲットしてください、はい、そんなわけでまだまだね、イベントもありますし、そしてリリースもありますよ、キャラソンだったりもね。なので、ご注射の情報は随時更新されていきますので、公式ホームページやごちらじをチェックしてください。ってことで、ここでメールをご紹介します。すごい久しぶりじゃない？メール、そう、いつもね、おしゃべりしすぎてあんまりね、メールをね、差し込めないんだけど、今日はうわー、めっちゃ怒られてる、めっちゃ怒られてる。よいしょ、顔でして、聞いてて。いきます。こちらハサニーさんからいただきました。ありがとうございます。リュウショウ、え、嘘、それすらも、ついにこちらさが最終回を迎えてしまいましたね。しんみり、
もう少しで七夕なのでご注射第2期希望と短冊に書きたいです。皆さんは七夕の短冊にどんなお願いを書きたいですか？あ、やっぱりね、ということで、まあ、ご注文は2期ですかですよ。うん、レイショいいよ相手。あ、本当、なかなか解除してくれない。忘れちゃってた、全てを忘れてた。ダメじゃん、あれ喋ってないと思って。結構アピールしてたよこうやって。ごめんね、ごめん、 0.1 だからさ、視力がね、ごめんね。そんでね、ちょっと七夕に関するちょっとね豆知識じゃないけどもあるんだけど、織姫と彦星の遠距離恋愛の距離ちょっと気になるじゃないですか。確かに遠距離どれくらいと思って書いたのが約140兆キロメートルっていう謎の。どんぐらい？でも大阪間を何分？そうですね、何億分なんだろう。確かそれ歩いてたら1年経つかもね。そうだね、歩いてる1年で行けるんだ。140兆キロメートル競歩だね、競歩。なんとか確かに。歩きじゃちょっと歩きじゃ追いつかないかも。そうかあとね、うん、7月7日は織姫様がポニーテールをしているっていうことで、ポニーテールの日とかも呼ばれてるらしいんだけども。ちょっと今日はね、ちょっとこれさっき知った情報で。そうだね、髪決める前だったんだよね。今日、ね、まだ本番のさ7日があるから。そうか7日みんなポニーテールしてね。そうしよう。そうあとはね、七夕そうめんを食べるとかね。そうあるんだって。なんでそうめん？わかんない。泡川に似てるみたいな。あ、サラサラしてるから。サラサラしてるから。そんな雑誌だね。だってあの色のついたやつとかもさ、並べたら結構それっぽい感じに。綺麗は綺麗か、うん。なるなるなる。そう食べましょうね。そうめんって似てる。そうめん食べましょう。ということで、あ、ちょっと本題は私たちの短冊のお願いなんだけど、実は書いちゃったよ。書いちゃいましたということで、じゃあ一人ずつ発表していきますか。誰からいく？どうする？私？じゃあ、よし、いきます。こちら、ちまめファーストアルバム発売。じゃだーん。見えないかな？アップの方がいいかな？あ、そうするか。はい、ペーター。アバム、ね、ちょっと緑、アバムって何？アバムスパム的な感じ。美味しいやつ。おしゃれじゃん、なんか差し込んでる感じ。なるほどね。うん、ということで、アルバム発売したいねっていうことで、すごい無理くり。そんで発売した後の願いがね、ちょっとリエーションに繋がってたの。繋がってたのね、これが奇跡的に。私出しちゃってください。ちまめたいで全国ツアー。アルバム引っ下げて、新作持ってきたよ。持ってきたよ、ちまめたいがよ。全国みんなに会いに行くぜみたいなね。いいよね。そして、はい、やっぱりね、やっぱこれの前にこれだよね。なんだろうな、言っちゃってくださいよ。ちまめが早く治りますように。いや、個人的なことになっちゃってる。すごい、その高い声で突っ込んでくるなんて嬉しい。ハイトーン出たよ、ハイトーン。絶好調じゃん。そうなんですよ、ちょっと血豆体を愛しすぎて、なんか血豆ができちゃって足に。アストラマルさんの史上だからこれをいち早く直して、アルバムを出して、ツアーをするってこと。そうか、血豆まで引っ下げちゃうと、確かに、ポッピージャンプした時痛むもんね。痛みが伴っちゃうのちょっと。なるほど、ね、じゃあちょっと、まあ、結果的にみんなこれ、私たちまだまだ歌ったり踊ったりしたいよっていうことだよね。あ、そういうことだね。まだ終わったけど。そうだよね、そのためにやっぱり皆さんの応援が必要なので。そうですね、ぜひぜひ私たちちまめたいの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなわけで、そう七夕ね、お願いしてね。ということで、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。注文はニコ生ですか？今日の気まぐれメニューはこちら。ご注文はブレンドコーヒーですか？さて、第4回目の時にご紹介いたしましたが、ご注文はウサギですかの舞台となっている喫茶ラビットハウスで、登場人物たちが日々美味しそうに飲んでいるコーヒーを実際にオリジナルブレンドで作ってしまうという企画です。いやー、
これが見れなくなるのか寂しいですね。リーションリーションのせあのあるんだよ次読むのがあるんだよね。せーの、いらっしゃいませ、お客様。気づいちゃったね。気づいちゃったね。そう、みんなお揃いですよ。そうなんだよ。ピョンピョン。リーションがいっぱい。違う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 。今日朝5時までさ見てた人いるのかな。あ、そうですね。どう、ね、みんな私たちも行ってきたの。ありがとうございました、うん、ありがとうございました。あ、こ、の、あ、の、へ、あ、の、へ、あ、の、へ、の、あ、の、へ、へ、へ、ありがとう、ありがとう。家で見てた人もいるかもしれないもんね、自分で録画したやつを。そうよ、そういうスタイルね。いいよね、それもそれで。確かに、そのスタイルもなかなか嬉しいですね。そろそろ始めますかね。はい、いきますよ、せーの。ご注文はニコ生ですか。心ぴょんぴょんの時間、なかったうちの役の皆さんのりです。そうそう、ここラビットハウス、ここラビットハウス、ここがね、知らなかった、オープンって書いてある。あ、確かにね、癖で言っちゃった、癖で。あ、暑いね。そうそう、昨日が憑依してきた。ありがとう、おじいちゃんも一緒です、今日も。おじいちゃん、イエーイ、よろしくです。おーい、いらっしゃいませ、前役の竹鶴です、お願いします。はい、皆さんこんばんは。出てたね、今これね。出てたよ。え、出てた、やっちゃってない、やっちゃってないよ。やっちゃってた、やっぱりね。やっちゃってたね。いや、それは、これはおかしいでしょ。これはおかしい。こっちはあるから。こっちはないよ、だから。そんなわけで、この番組は、テレビアニメ、うちうまはうさぎですかの魅力をお伝えすることはもちろん、私たち、ちまめ隊がご奉仕していく番組です。勉強と仕事の合間にくつろいでいってください。はーい。うん、そうです。すでにお知らせしている通りの後、今日の生放送がこち生の最終回です。おじいちゃんどうしよう、どうにくすっごい悔しがってる。何も言ってはくれなかったけど、多くは語らないのよ、そう、多くは語らないものなの。じいじは背中で語るからさ、あ、大きい背中だ。よし、そう、最終回ですよ、みんな。寂しいよ、寂しいよ。どうしたらいいんだろう、もうこれから。ねえ、どうしたら、豆なくなったらどうしたらいいの。どうしたらいい、悲しいね、悲しいですね。また作ろう、あ、作ろうか。そうだね、作ろう、作ろう、来週も やるか。お家からやる、みんなで。お家からやろうか、じゃあ。そうだね、そうだね、そうだね、じゃあ決めとく。そんな感じで、はい、番組ではニコ生のコメントはもちろん、皆さんからのメールも大募集しております。私たちちまめ隊のメッセージはもちろん、テレビアニメの感想も大歓迎です。宛先はごちうさ @hibiki-radio.jp ごちうさ @hibiki-radio.jp、 たくさんのメールお待ちしております。やめなさい、やめなさい、それ新しくないから。あるから、それ本物がいるから、気をつけて。間違えちゃった。そう、さらに番組中ではですね、皆さんに参加してもらうアンケート企画もご用意していますので、はい、一緒に盛り上がっていきましょう。よし、こんな感じで生放送でお届けしていく30分、最後までよろしくお願いします。ラストセッション。何、ラストセッション。確かにね、ラストセッションが始まる。よし、よスタートだぜ。え、今までのはなかったの、これは。違う、序章だったそう、序章にしか過ぎなかった。うわ、プロローグだったんだよ。プロローグ、プロローグ語ってるわでしょ。うん、
じゃあね、こっからはアニメの話です。さて、テレビアニメ第12話全てが放送になったわけですけども、皆さん見てくれました？見たよ。そうですね、第11話は少女は海外トーマというウサギを借りて星夜の空を行く、そして第12話最終話が君のためなら寝坊するという。12話やっぱり良かったね。もうキュンとしたし、ねここは土地の可愛かった、ね、可愛かった。本当にもちろんみんなも可愛いけど、やっぱりあの二人のね、心の距離っていうのが1話から比べると本当にギュッと詰まってて、もうなんかキュンキュンしました。本当だよ、ね、でもまあ血豆的に言ったらあれじゃない、やっぱ第10話が、まあね、まあね、タイトルにもなっちゃってしまったし、なっちゃった、なっちゃった、なっちゃったしね。そうそう、だからね、ちょっと10話も皆さんまたね、録画とかしてる方、見てほしいなと。これからどんどんあれも出ちゃうしさ、あれですね、魔法のブルーのレイが出ちゃった。いやもう結構言っちゃってるもほぼほぼ言っちゃってたけどもそれにもね、きっと今後ちまめのお話 も収録されますから、そうそうそう、何度でも見れるようになるから、何度もよ、本当ですね、魔法だね。ですね、皆さんぜひゲットしてください。はい、そんなわけでまだまだね、イベントもありますし、そしてリリースもありますよ、キャラソンだったりもね、なので、ご注射の情報は随時更新されていきますので、公式ホームページやゴチラジをチェックしてください。ってことで、ここでメールをご紹介します。すごい久しぶりじゃない？メール、そう、いつもね、おしゃべりしすぎてあんまりね、メールをね、差し込めないんだけど、今日はうわー、めっちゃ怒られてる、めっちゃ怒られてる、でしょ、顔で、聞いてて。いきまーす。こちら、ハサニーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リエショ。え、嘘、それすらも。ついに、こちらさが最終回を迎えてしまいましたね。しんみり。もう少しで七夕なので、ご注射第2期希望と短冊に書きたいです。皆さんは、七夕の短冊にどんなお願い事を書きたいですか？やっぱりね、ということで、まあ、ご注文は2期ですか、ですよ。レイション、いいよ、相手。あ、ほんと、なかなか解除してくれない。忘れちゃってて、閉めて、忘れてた。ダメじゃん。あれ、喋ってないと思って。結構アピールしてたよ、こうやって。ごめんね、ごめんね。0.1 だからさ、視力がね、ごめんね。そんでね、ちょっと七夕に関するちょっとね、豆知識じゃないけどもあるんだけど、織姫と彦星の遠距離恋愛の距離、ちょっと気になるじゃないですか。確かに。遠距離どれくらいと思って、書いたのが約140兆キロメートルっていう謎の。どんぐらい？でも東京大阪間を何分？そんぐらいなんか。そうですね。何億分なんだろう。確かそれ歩いてたら1年経つかもね。そうだね。歩いてる。1年で行けるんだ。140兆キロメートル。競歩だね。競歩。なんとか確かに。歩きじゃちょっと歩きじゃ追いつかないかも。そうかあとね、7月7日は織姫様がポニーテールをしているっていうことで、ポニーテールの日とかも呼ばれてるらしいんだけども、ちょっと今日はね、ちょっとこれさっき知った情報で、そうだね髪決める前だったんだよね。今日、ね、まだ本番のさ7日があるから、そうそうそう、あ、7日みんなポニーテールしてね、そうしよう、そうそうそう。あとはね、七夕そうめんを食べるとかね、そうそう、あるんだって。なんでそうめん、わかんない、泡の顔に似てるみたいな。あ、サラサラしてるから、サラサラしてるから、そんな雑誌がね。だってあの色のついたやつとかもさ、確かに、ね、並べたら結構それっぽい感じに、綺麗は綺麗か、なるなるなる、そうそう、食べましょうね、そうめん、似てるし、そうめん食べましょう、ということで、あ、ちょっと本題は私たちの短冊のお願いなんだけど、実は書いちゃったよ、書いちゃった、書いちゃいました。ということで、じゃあ一人ずつ発表していきますか。誰からいく、どうする、私、じゃあ、よし、きます。こちら、ちまめファーストアルバム発売、じゃだーん、見えないかな、アップの方がいいかな、あ、そうするか、はい、ペーター、アバム、アバム、ちょっと緑、アバムって何？アバムスパム的な感じ、美味しいやつ、おしゃれじゃん、なんか差し込んでる感じ、なるほどね。ということで、アルバム発売したいねーっていうことで、無理、そう、そんで発売した後の願いがね、ちょっとリエーションに繋がってたの、繋がってたのね、これが奇跡的に、私、出しちゃってください、ちまめたいで全国ツアー、イエーイ、アルバム出して
私たちも舞台行くよ、全国みんなに会いに行くぜみたいなね。会いに行こう、いいよね、行こうよ。よし、そして、はい、そしてね、やっぱこれの前にこれだよね、なんだろうな、言っちゃってくださいよ、しもべが早く治りますように。いや、個人的なことになっちゃってる。すごい、その高い声で突っ込んでくるなんて嬉しい。ハイトーン出たよ、ハイトーン絶好調じゃん。そうなんですよ、ちまめ隊を愛しすぎて、うん、なんかちまめができちゃって足に。空丸さんの市場市場市場だから、これをいち早く直して、うん、アルバムを出してツアーをするってこと。そうか、千葉目まで引き下げちゃうと、まあ、確かにポッピージャンプした時痛むもんね。それまで痛みが伴っちゃうのちょっと。なるほどなるほど。じゃあちょっと、まあ、結果的にみんなこれ、うん、私たちまだまだ歌ったり踊ったりしたいよっていうことだよね。あ、そういうことだね、うんうん、まだまだよね、まだ終わったけど。そうだよね、そのためにやっぱり皆さんの応援が必要なので。そうですね、ぜひぜひ私たち千葉目隊の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなわけで、そうそう、七夕ね、お願いしてね。ということで、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。注文はニコ生ですか？今日の気まぐれメニューはこちら。ご注文はブレンドコーヒーですか？さて、第4回目の時にご紹介いたしましたが、ご注文はウサギですかの舞台となっている喫茶ラビットハウスで、登場人物たちが日々美味しそうに飲んでいるコーヒーを実際にオリジナルブレンドで作ってしまうという企画です。いやー、これが見れなくなるのか寂しいですね。リエーション、リエーションのせ、あの、あるんだよ、次。読むのがあるんだよね。ごめん、ピアノ弾いてる場合じゃない。これは楽しいからね。荒ぶってたけども、そうそうそう。読もうね。ごめんね。うん、はい。しかも、もう、数々来た。急に来たよ。しかも、うん。数々のアニメ作品とコラボしたオリジナルブレンドを手掛けている、コーヒーマイスターさんがブレンドしてくれているのですが、あ、くれるのですが、気になるオリジナルブレンドの味を決定するのは、はい、あちらからイノリン、ソラマルさん、そして私、リエーションの3人。そう、そうね、うん、イノリンはね、コーヒーが苦手。そうですね。そしてソラマルさんは大のコーヒー好き。好き。そしてリエーションはミルクとお砂糖、うん、ミルクと、あ、合ってた、ミルクとお砂糖たっぷり派、コーヒー派、うん、ということでね、うん、そんなどれかな、うん、ごちゃごちゃしちゃったな。ミルクとたっぷりのコーヒー派。オッケーオッケーオッケー。そうそう、お砂糖とミルクがたっぷりね、うんうん、まとまったよ。そうそう、そんな3人が決定しちゃっていいんでしょうか、うん、ということでね、うん、ちょっと私たち3人にとってもね、うん、コーヒーのブレンドっていうのはね、初体験でございます。そうだね、想像もつかないよね、うん、どうやってるのかもわからないのね、うん、そう、あ、ということでね、視聴者の皆さんからアイディアをね、ちょっとツイッターの方で募集したんですけれども、うんうんうん、どんなのが来たのかな、うん、お、お、ね、ですね、たくさんね、うん、寄せられたんですよ、うん、本当にアイデアがたくさん来て、すで、うん、にちょっと3つ絞っております。あ、そうそう、そう、そんなわけでちょっと今から3つご紹介していきたいと思うんですけども、まずはこちらです、うん、よいしょ、もう、あ、もう出てますね。なんだなんだ、出ますよ、こちらは、うん、タイトルが元気になる、幸せな気持ちになるようなブレンドということで、こちら、コンセプトがあるみたいで、うんうん、まるで心がぴょんぴょん踊り出すような幸せな気持ちになれるコーヒー、うんうん、サンバのカーニバルのような賑やかで高揚感のある明るく広がりのあるブレンドです、うん、そして味なんですけども、うん、滑らかな口当たり、華やかで明るく口に広がるオレンジを思わせる良質な酸味とフレーバー、アフターテイストには蜂蜜のようなほのかな甘さが残るのが特徴です。美味しそうだよね。美味しそう。そうそう、これはさ、ひょっとしてちょっと私が苦いのが苦手っていうので、うん、蜂蜜を入れてくれたみたいな、うん、なるほど、そうだね、ご配慮が、蜂蜜の風味がそうよ。これじゃあ早速ちょっと飲んでみて。飲んで、おぉ、いただきます。よし、いっちゃってくださいよ。いきます。そうだよね、一番コーヒーに対して知識が、そう、知識も愛情も ね、過去になんかお祭りとか言ってたもんね、うん、そうだ、お祭りの味がとか言ってね、ね、言ってたもんね。あ、どのようなお味でしょう。おいしい、おいしい。蜂蜜あります？ほんとね、パパパパ、ほんとね、
うん、いやそんなパッパします。あれ飲ませてくれない。あれ私のめっちゃパッパしてるから。あなんだろう。美味しい美味しい。あ悔しい。飲みたい飲みたい。飲みたい。あれちょっとこれ私のなんだけどな。うそうそう。でもいけるから。でしょ。これ私のためのブレンドなんだけど、私最後飲むの？うん、あーちょっとまだ私初心者だからまだちょっと苦い。でもミルクとかもさあるみたいなさ。あれ私飲み入れてもいいみたいだから。うん、あの語れないな。語れないんだな。そうそう飲まないことにはそうだね。あそっかそっか元気になるのか。入れてみる。うん、なんかカタン絡んできちゃって具合悪くなってきちゃった。もし入れたらな、なんかもうちょっとこう具合が悪くなってきちゃった。ね、あとりあえずじゃ匂いだけ先に変えると。あ、そういうお預けなの？そういうやつなの？美味しいよ。あ、そうだね、うん、コーヒーだね。うん、そうでしょ。飲む飲む飲む。みんな飲むよ。よし、よし。私コーヒー苦手だけど飲むよ。飲めるの？飲める？大丈夫？飲めるの？本当？いただきます。うん、いただいちゃってよ。どう？うんうん。じゃあ。はい。じゃあ続いて。おいしいおいしい。おいしい。でもさ、今まだ1個だからさ、この3つとさやっぱ比べて飲んでそうだよ。特徴が見えてくるよ、ね、そうだよ、ね、ちょっと私ちゃんと飲みたいよ。そう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 、うん、まあ、ね、やっぱねこれ一番ねブラックも飲めるそらまるさんのね、うん、反応が一番正しいのは間違いないから。いや美味しい、すごく美味しい、うん、でもこのねカーニバルとかねそのね、うん、どうやって、うん、なんでそれやるのさ。パパパパパパってやつがね、比較対象が3つあった方が多分ね、うん、で特徴がやっぱダウオープニングテーマデイドリームカフェ、ちまめ隊が歌うエンディングテーマポッピンジャンプが発売中です。さらにデイドリームカフェの初回限定版にはフジラビッツのダンスシーンなどがご覧いただける可愛すぎるミュージックビデオやメイキング映像などが収録された特典 DVD がついてきますので、ぜひチェックしてくださいね。続いてキャラクターソング CD の発売情報です。第1弾ココア&チノと第2弾ココア&リゼが好評発売中です。さらに7月24日には第3弾チア&シャロと第4弾リゼ&シャロ、そしてさらに8月27日にはキャラクターソングアルバムが発売予定ですのでお楽しみに。各キャラクターソングシングルとアルバムの詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください。はい、また現在秋葉原のハニートーストカフェにてごちうさコラボが開催中です。いろいろなコラボフードやドリンクがありますので、ぜひ足を運んでみてくださいね。以上お知らせでした。ご注文はニコ生ですか？来ました。ご注文はニコ生ですが、あっという間にエンディングとなってしまいましたが、どうでしたか？あっという間だったということでね、時間もねなんかあのとっても限られてるから、なるべく皆さんのコメントだったらお手紙を読むためにちょっとちょっと待つ。はい、うん、ご注文は本日で最終回となってしまいましたが、響きラジオステーションとインターネットラジオステーション音声で私たち3人がコーナーを担当しているご注文はラジオですかは月1で配信中です、うん、次回の配信は7月23日です、うん、聞いてください。聞いてね。ではでは、うわっ、うわっ、何やばっ、うわっ、びっくりした、ということにして、みんな楽しんでくださってありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫大丈夫、みんな楽しかっ
かったよ。嬉しい、ありがとう。うん、ご中さ、これからさっきも言いましたけど、イベントとかリリースとかいろいろまだまだありますので、これからもご中さのことを応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もうリエーションが今言ってくれた通り、ご知恵さんありがとうございました。でもこれからもイベントも CD もあるので、またお会いしましょう。ありがとうございました。では最後に、なんかうまいことは特に言えないけど、でもなんかこの番組を通して2人とね、もっと仲良くなって、今日ちょっとなんかそれまず壁をね、一瞬コーナーで感じたけども、まあそれも仲良くがっつりあるじゃないか壁が。いやでもそれもね、見せ合える仲になったということで、本当楽しかったの。そうだからすごい悲しいんだけど、だからちょっと皆さんにもこの楽しさをもっと届けたいと思うので、ね、うん、これからもイベントだったり、まあ、キャラソンだったり、ね、形はちょっと変わるけども、そう、どうぞみんなでイベントで一緒にポッピンジャンプまたしようね。わけで名残惜しいんですが、はい、お時間が来てしまったようです、うん、またの機会にお会いしましょう、はい、この時間のお相手は血の役の水瀬いのりと、そしてピッピーと、マヤ役の徳井空と、メグ役の村川理恵でした。バイバイ。またね。せーの、いらっしゃいませお客さん。気づいちゃったね。そう、みんなお揃いですよ。そうなんだよ。ピョンションがいっぱい。違うよ。違う。なんかおじさんみたいな。そっくりそっくり。ということで、7月5日土曜日、時刻は21時30分を回りました。今夜も生放送ですよ。やったね。今日朝5時までさ、見てた人いるのかな。あ、そうですね。上映会に来てくれたんですね。みんな上映会ありがとうございました。ありがとうございました。あ、この、あ、の、え、の、の、の、あ、の、え、の、あ、の、の、へ、ありがとう、家で見てた人もいるかもしれないもんね、自分で録画したやつは。そうよ、そういうスタイルね。いいよね、それもそれで。確かに、そのスタイルもなかなか嬉しいですね。そろそろ始めますかね。はい、いきますよ、せーの。ご注文はニコ生ですか。心ぴょんぴょんの時間じゃなかった、血の役の皆さんのりで。あ、そうそう、ここラビット、ここラビット、そう、みんな知らなかった、オープンって書いてある。あ、確かにね、癖で言っちゃった、癖で。あ、ついね、血のが憑依してきた。ありがとう、おじいちゃんも一緒です。今日もおじいちゃん、イエーイ、よろしくです。はーい、いらっしゃいませ、マヤ役の徳井空です。お願いします。はーい、皆さんこんばんは。出てたね、今これね。出てたよ。え、出てた。やっちゃってない、やっちゃってないよ。やってた、やっぱりね。やっちゃってたね。いや、それは、これはおかしいでしょ。これはおかしい。こっちはあるかも。こっちはないよ、だから。そんなわけで、この番組は、テレビアニメ、ご注文はうさぎですかの魅力をお伝えすることはもちろん、私たち、ちまめ隊がご奉仕していく番組です。勉強と仕事の合間にくつろいでいってください。はい。うん。そうだけです。すでにお知らせしている通りの後、今日の生放送がこち生の最終回です。おじいちゃんどうしよう、すっごい悔しがってる。何も言ってはくれなかったけど、多くは語らないのよ。そう、多くは語らないものなの。じいじは背中で語るからさ、大きい背中だ。よし、そう、最終回ですよ、みんな。楽しいよ、楽しいよ。どうしたらいいんだろう、もうこれから。ねえ、どうしたら。血豆なくなったらどうしたらいいの？どうしたらいい？悲しいね。また作ろう。あ、作ろうか。そうだね。作ろう。来週もやるか。お力やる、みんなで。お力
決めとく。順番だね。うんうん、うん、そんな感じで、番組ではニコ生のコメントはもちろん皆さん